日蓮宗、日蓮宗は、海祖である日蓮の主要著作、立正暗国論のタイトルから類推して、国家主義的、ナショナリズム傾向の強い教えと見る者がいる。本節では、鎌倉仏教の修士日蓮宗、北ッ宗の中祖日蓮の教え並びに、文化の対応を紹介する。諸教の王と位置づけられる経典、妙法蓮華経』、『ホッ経』を、釈迦の本会にして、 最高無常とする。ゆえに、その他の終始周派周儀を否定し、妙法蓮華行、法華行を、もっぱら、南無名法蓮華行と題目を唱えると、正題を重視。南無名法蓮華行とは、妙法蓮華行、法華行に経するの意であり、題目は、経典の表題を唱えることに由来する。日蓮は、天台の教官二門を、教学の対抗とし、などは、 天台教学を踏襲するとともに、妙法蓮華行、法華行の行者としての自覚と末法観を基調とした独自性を示した。しかし、日蓮の時代は末法であり、天台宗の宗祖の説いた法華行には主張を救う力がないとされ、南無妙法蓮華行こそが肝心であるとされる。日蓮は、鎌倉仏教の他の祖師たちと同様、鎌倉時代を、 すでに末法に入っている時代とみなしていた。そして、北ッケ行を、滅後末法の世に向けて説かれた経典とみなし、とりわけ、如来受領品を、財政の主張に対してではなく、滅度後の主張の救済を目的として説かれたものとみなした。そして、北ッケ行に説かれた塔を、末法悪世の相を解いたものとみなした。そして当時の現実の世相、鎌倉幕府内部の権力闘争、 天辺地位、モンゴル帝国からの死者の到来、釈迦を第一に尊ばない善や阿弥陀信仰の成功などを日本において、法華行がないがしろにされてきた結果とみなした。日蓮にとっては、末法における、天統の主張、末法十病の主張を再度知る唯一最小の、良薬は、法華行のみであった。真言傍国、前天は、念仏無限、律国俗と激しく、 他州を攻撃する主化格言は、法華行のみが、末法において、主情を救済する唯一の教義であり、他の教えは、かえって主情を救済から遠ざけてしまう、という確信に基づくものであった。法華行を、唯一の消防であり、時間と空間を超越した、絶対の真理とした日蓮は、今日、期、時、国、女のいずれにおいても、法華行が主公であるとする、 五皇の教番を立てた。つまり、今日、教えにおいては、法華行のうち前半十四章を、釈門、後半十四章を本門とし、本門こそ人々を救済する、法華行であるとし、木、素質能力においては、末法に生きて、素質や能力の低下した人間にふさわしい教義は、法華行であり、字は末法であることから法華行が消防とされ、国は、大乗仏教のおるした、 日本国にふさわしいのはやはり、ホッケ行、順序は、最後に、ルフするのは、ホッケ教本門の教えであるとした。五行の教賛の中で、信仰における重要な契機として、自、末法の世である現在、国、日本国を掲げるあり方から、今日でも、日蓮集計の、各宗派においては、他の宗派にはあまり見られない、政治問題への積極的な関わりが見られる。 日蓮は、天台教学を、尺文の妙法蓮華行、法華行であり、理の一年三千と呼んで、その自弁性、関連性を批判し、自らの教義を本門として、ことの一年三千を解き、実践的、宗教的であらねばならないとした。日蓮はまた、法、真理をよりどころとすべきであって、人、権力をよりどころとしてはならないと説いた。さらに、 仏法と王法が一致する、王仏名号を理想とし、正しい法に基づかなければ、正しい政治は行われないと主張したのである。また、王法、政治の主体を天皇とし、天皇であっても仏法に背けば、仏鉢をこうぐるとし、宗教上での天皇の権威を一切否認する仏法を、絶対の立場に立った。思想面から、次のような文化が成立した。 権力との距離という実践面から、桃山時代末期より、江戸時代にかけてという区分も生じた。日蓮入滅後、教団は六郎僧を中心にして拡大していったが、指定のつながりによって、浜門流、日生、池上門流、日郎、四条門流、日蔵、六条門流、日生、三信門流、日向、藤門流、日光、中山門流、 日常などの門流に分かれ、互いに異なった、秘伝、訪問を相続し、時には、門流の対立から分派も見られた。江戸期に入ると、僧侶の養成機関として各地に、団輪が創設された。団輪の行動は広大地に建てられ、学寮は谷間に建てられたが、飯高地方では、国を、作と呼ぶところから、国名、作名が、 学寮の異名となった弟子はその師匠の出た学寮に入るようになり、学系が固定するにつれ、ある寺の住職は、どの学寮の出身者に限るとか、修行改定による出世時格が定まり、寮ごとに、餅寺、出生次第、出世時が固定し、法類、法縁、法権とも制度が確立されていった。このようにして、従来からあった、門流意識に新たにできた、 学系意識が加わり、法類制度は、極めて強固なものになっていった。団林は、明治5年、大上官政府による、学生、日本最初の近代的学校制度の制定、交付に伴い、相次いで廃止された。また、昭和16年、旧日練習、あらは、本北家州、本門州は、参加合同により対等合併して、新、日連州として、 再編を行った際、本末制度を解体、法類関係も解消し、行政府としての衆務員が、本山に代わって、住職の任命を行い、収費課金を徴収するなど、組織制度を大幅に改めた。しかし長年培われてきた本山、法類関係は、完全には払拭されず、各法類とも法類内の結束を図り、現在でも、住職の移動は、 基本的に法類の内部だけで行われている。松字一時期松 BR 松字にまた、松 BR 松字また末々、またまた松 BR 孫松ある寺院から、見て、松字のさらに松字、盗賊関係が二段階は慣れている寺院 BR。時期もある寺院から見て、直接の盗賊関係を持つ松字 BR。地下松ある寺院から見て、徒歩半日以内の距離にある松字。 BR 客末、脚松。様々な事情により、盗賊関係を有するようになった松字 BR。触れライド時代、江戸市中にあって、幕府と、各門流との窓口の役割を課された寺院。江戸期に、断輪から発生した法苑であるが、最近では、法恩寺の進むし法苑や流仙寺の大司法苑など、断輪に売らない法苑がある。主な法苑は、下記の通り。重司法苑については、 日蓮宗と、あらは、本北家宗、単立と分かれているため、縁、頭寺、出世寺については触れない。京都法縁の場合、日蓮正宗、総本山、上城大石寺や日蓮本宗、総本山京都養法寺については、本末制のみのため法縁はない。宗教法人、日蓮宗の内部で行動を維持している寺院は、京都法縁会を組織し、 かつて本門州の衆務院が置かれた北山本門寺を縁頭寺としている。大正時代、あらは本北家州の本田日成を権員役として文下各派による統合運動が展開された。1914年には日蓮門下7宗派の官庁が池上本門寺に集まって各教団統合大会議を開催。同年12月、 日蓮文科統合講演会が組織された。翌1915年6月、一致派の日蓮集が離脱したのを除く、勝列派の六宗派の統合が成立した。また、1917年、文科合同講習会が開催され、同年11月には統合修学林を開校するに至った。この時期には、文科の旧宗派による、周祖日蓮への 第四号の授業運動が展開され、1914年11月に、至り、区内省より日蓮に対する、立正大使の死亡宣言が行われた。明治以降の動向は、辞表の通り、1253年4月28日、日蓮が朝日に向かい、南無両法蓮華行と題目を唱えたのを始まり、立教改装とする、中世、近世における辞書は、 北家衆であり、ことに中世において、日蓮宗は別称と捉えられる向きもあった。近代では、1872年教武賞、二つ、一周一官長制に基づいて成立した教団を、単所とする。これには、一派の身延門流、引谷門流、中山門流、日照門流、四条門流、六条門流などのほか、八列派前門流が合同。 初代館長には荒は美林が就任した。この時、新居美刹、美信山工藤寺七十三世、日元宗一致派初代館長らの活動で、美信山工藤寺、長永山本文寺、小中山北家教寺、愚足山妙賢寺、大公山本国寺、妙東山妙万寺、長久山本聖寺を七大本山とする制度を実施した。しかし、これに、京都洋法寺をはじめとする、 共門派及び発信派や一派元山から異論が紛失する。協部省に訴えた結果、七本山の企ては頓挫し、官庁は一派、勝ち列派に関わらない、年番交代となった。その後1874年3月、宗教行政の無理さや、協議の違いから、日蓮州一派と日蓮宗勝列派に分かれたため、官庁も核派別に置くこととなる。 前者は一派全門流の合同教団となり、身延山駆動寺の新居美刹が初代館長に就任した。1875年3月、日蓮宗一派は、派名を廃止単勝日蓮宗とする名称変更を政府へ請願する。同門多派を踏まえ一度は却下されるも、再三の働きかけにより、1876年2月、政府はこれを承認した。 大正期の統合運動は、学林、イコール僧侶の養成期間問題により一致派の日蓮宗が離脱し、また価値列派による統合も六宗派の個々の自立性を残すものであったが、1939年4月、宗教団体を戦争協力させることを目的として制定された宗教団体法は、統合運動の様相を一変させることとなる。この法律は、仏教、 神道、キリスト教の各宗教に対し、教団を国家権力下に管理するため、宗派合同を求めるものであり、そして1940年9月、同法第5条を根拠として、政府は神道、仏教、キリスト教の各宗教会代表を招集。1941年3月末日までに、各宗派の自主的合同を終えるよう通達した。 この通達を受け、1940年12月、本門ホッケ州、ホッケ州、日蓮州、本名ホッケ州、あらは、本ホッケ州、本門州、富士布施派、高門派の日蓮門下8杯が出席する門下、合同準備会の第1回委員会が開かれる。委員会は合同に賛成し、総名、協議、本尊は、特別委員会で決めることとなった。その後、 三ヶ月間で競技や官庁衰退について比較的に通った主張をする派で合同する方向にまとまる。特別委員の狩りや日人が本弱問題から合同に反対したこともあって8敗すべての合同はならず、1941年3月日蓮州、第37集会は日蓮州、あらは本北家州、本門州が 各教団解散の上で対等合併する参派合同を承認し、宗名を日蓮宗とすることが決められた。身延山駆動寺を総本山とし、修務員を池上本門寺に置く日蓮継諸宗派中の最大宗派。中世紀に成立していた門流の多くと思想的潮流の相当部分を包含する。宗山一、霊石人十四、由衣所四十二。 寺院数5200か、寺、直径神徒330万人。なお、非従門流、日光門流は、門流に所属する寺院の一部が、日蓮宗に帰属している。詳細は、日蓮宗十四会、共同法演会を参照。現在の宗教法人、日蓮宗は、中世紀より、それぞれ独自の伝統を育んできた価値列派。 一致派の様々な門流が参加しており、寺院の本堂に祀られる本尊には、次のような形式がある。いずれの形式の場合でも、本尊の前に、さらに、日蓮座像、北家教八巻を乗せた郷机を前置する。男神との各家庭における仏壇では、奥から手前へ、順番に、大曼荼羅、一棟両村、日蓮座像を配置し、 場合によってその両脇に斜面天女、岸も神、大黒天、病気ん殺などホッケ行志語の書店、全身おる。関連項目ホッケマンダラ、一刀両村、三保村。 1941年1946年1947年1949年1950年1953年1954年1956年1957年1959年1960年1963年1964年1965年1968年1972年1975年

昭和十六年の本末解体で消滅し実態はないが、日蓮宗修正では総本山、大本山、本山の称号を用いることができると規定されている。曽山は、日蓮の遺言に従い遺骨が埋葬された祖廟がある、身延山駆動寺、日蓮精神の霊山とされるで、漢字をしと称する。霊石寺院は、日蓮一代の重要な寺石、遺書寺院は、 衆門史上顕著な遠隔のある寺院で、住職を肝獣と称する。曽山、霊石寺院、由緒寺院は、日蓮総運国本三会を組織している。総裁は、美信山工藤寺内閣、総保守、会長は、北野律本寺上田美瑞一肝事務局長は、堺井大国寺、岡部日総肝獣。本山明教寺は、平成21年7月に、 一般寺院として日蓮宗に起立したが、客員として長らく日蓮総運国本参会に参加しているため、その他本山として挙げておく。昭和16年三波合同時の本山は以下の通り、東京都大田区池上一の32の15、本門寺敷地内に所在する。日蓮宗の行政府。現在の内局は以下の通り。日蓮宗の立法府。 選挙区選出の43名に参与推薦の2名を加えた45名で構成されている。会派として同心会、名和会がある。現在の集会議員は以下の通り、選挙区、氏名、住職寺院、会派の順、文流。現在、下記11団体が加盟している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。